はい、どうもこんにちは、横浜西区 .com エリホ横浜中区ですね、横浜から、いろんな情報を横浜に限らずですね、東京ですとか、その周辺もそうなんですけど、いろんな暮らしの情報だったりグルメの情報だったりを発信していきたいと思っておりますので、ぜひですね、チャンネル登録をして、ご覧いただければというふうに思いますので、この機会に、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今回はですね、横浜市中区の、本牧の方にあるホームセンター港南にですね、新しく入ったパン屋さんがあるということで、行ってまいりました。はい、この本牧っていうところはあれですよね、電車が、近くにないので、まあ、バスとか車とか、自転車とか、そういうので行くっていう感じになりますかね。はい、いい天気でした。はい、ホームセンターなどいろいろそういったものが売ってるんでしょうね。はい、中入るとロッカーがあって、このロッカーって無料なんですね。しかも冷蔵ロッカーなんですよ。すごいですね。はい、なんかいろいろ注意事項、使用規約などがあるんですけど、お金入れるところがないんですよね。なんで、自由に使ってくださいということですかね。はい、こんなロッカーがありました。はい、夏の季節ですね。なんで、まあ、日よけだったり、日よけでこの帽子ってこれなかなか、はい、でも普通の帽子よりいいんですかね。ちょっとあの被ってみたい気もするんですけど、はい、販売されてました。はい、今回その新しく入ったお店っていうのはこちらですね、アンティークっていうお店なんですかね。はい、以前もここにパン屋さんありましたよね。パン屋さん、ケーキ屋さんなんか、が新しくなって、このアンティークっていうお店になったということなんですけど、カフェっぽいイートインスペースといいますか、こう自動で出てくるコーヒーみたいな、そういうディスペンサーもありつつっていう感じですかね。はい、インスタキャンペーンなんかもやってるんですね。30円引きですって。はい、焼き上がり時間が、その猫のパンなんですかね、10時と12時50分ですよってこの日はですね、書いてありました。はい、こんな感じで広いお店ですね。はい、雲の上のふわもち食パン、美味しそうですね。はい、あと食パン人気ナンバーワンのあん食パン、その隣ぞっこん食パンとかいろんな食パンがありますね。で、アンティークの人気ナンバーワンはこのマジカルチョコリングっていうやつなんですって。でチョコふんだんに入っているチョコリングなんですよ。で結構これが写真じゃわからないかもしれないですけど、結構大きいんですよね。ここの商品っていろいろ大きかったですよ、これだけじゃなくて。はい、普通のお惣菜パンとかもあります。ジャイアントフランクとかユズフランク、ユズフランクって珍しいですね、ユズでフランク。でこういった定番のアンギッフェリとか、はい、いろいろありますね。甘系もあれば、サンドイッチなんかもありましたね。塩パン90円ですって、はい、いいですね。あとこの惣菜パンのこの右にあるこのチーズのやつ、これもすごい大きいんです。これ写真じゃ分かんないと思うんですけど、すごい大きかったですね。でこれどうしようかすごい迷ったんですよね、買うの。はい、このコーナーにはこんなお店が入ってますという感じですね。はい、ベーカリー&カフェハートブレッドアンティーク、9時から20時までやってますね。はい、ということです。2階に100円ショップもあったりですとか、イレブンカットがあったりですとか、はい、クリーニング屋さんが2階にあるとかですね。はい、という感じですよね。はい、スーパーマーケットの3話がもうドーンと大きくあるという感じでございます。はい、こんな感じでちょっとダイソーでいろいろ見つつ、はい、戻ってきました。さっきのそのチーズのパンがちょうど焼きたてのやつが出てきたところなんですけど、すごいですね。このチーズがこんだけ白いってことは、いろんなチーズがこうある中でこの白いのもあるっていうことなんでしょうね。はい、買ってきたのは、食パンのナンバーワンのあん食パンというやつですね。普
太っちょ王様のあんこ中毒な太っちょ王様のあん食パンなんです。はい、粒あんというのですね。名古屋のこの会社なんですね。まん丸く太った猫の王様グリはあんこが大好き。最近のお気に入りパンはあんこはもうたくさん、あん食パン。いつもあんこ中毒になるくらい食べ過ぎて双子の王様クレムに注意されちゃう毎日なのだっていうストーリーがあるんですね。あんこはもう食べたくないって言ってるのに入ってるということなんですかね。はい、美味しいあん食パンの食べ方は、トースターでこんがり焼いてバターやマーガリンをたっぷり塗ってがおすすめですというふうに書いてあります。こんな感じですね。はい、これが、半分で売ってたんですかね。はい、外にちょっとごまがありつつあんがこんな感じで、はい、これ顔みたいな感じになってますね。あん、粒あんで、はい、こんな感じです。切ってみると顔っぽい感じになりますね。はい、さっきの これです。これがこれってことですね。はい、ということで、そのまま焼かずに食べてみたんですけど、すごくあんパンでも美味しい感じですね。しっとりした食パン、下のところの耳っていうんですかね、がちょっとこうカリッとしてるっていうか、サクッとしてるっていうかな感じで、いいですよ。すごく美味しい。ちょっと耳厚めなんですかね。はい、アクセントな感じでいいんじゃないですか。はい、490円、でした。はい、でちょっと分厚く切って焼いちまおうぜということで、十字にカットを入れて、結構第二関節ぐらいまでの厚さ、何センチぐらいありますか。 2.5?3? もっとありますかね。はい、で焼いて、こんな感じですね。バターを落としていただきましたという感じでございます。これすごく美味しかったですね。はあ、なんだこれすげえ美味しいぞっていう、そういうパンでございました。どうですかこのあん食パン。うまい。美味しいね。美味しい。かなり美味しい。かなり美味しいよね。うん、かなり美味しい。なんだろうね、まあ、いわゆるあんパンみたいな感じだけど、その食パンの感じというか、うん、で食パンのや柔らかさというかね、うん、食パンに合ってるね。合ってるね。あんも美味しいしね。あんはコシですかね。うん、はい、うん、うん、焼くとまたさらに美味しいですね。うん、かなり美味しい。ぜひお勧めしたいと思います。参考になりましたら、いいね、高評価ボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。